徳島県鳴門総合運動公園徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場は徳島県鳴門市無谷町立岩の徳島県鳴門総合運動公園内にある陸上競技場球技場としても使用される施設は徳島県が所有し一般財団法人徳島県スポーツ振興財団が指定管理者として管理 運営を行っている。なお、東京都千代田区に本社を置く、大塚製薬が命名権を取得しており、2007年5月12日から、ナルト、大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムの故障を用いている。命名権に関する詳細は、徳島県ナルト総合運動公園命名権を参照。1971年5月、日本陸上競技連盟第一志公認の 陸上競技場としてオープン。1992年7月、第48回国民体育大会の開催に、合わせてナイター照明設備や電光掲示板の設置、トラックの改装などを実施。1993年、第48回国民体育大会を開催。2001年、2002フィーファワールドカップのキャンプ地として、立候補するためにピッチを拡張するも、誘致に失敗。 2003年、年リンピック徳島2003の総合開会式の会場として使用。2011年3月、高輝度 LED 方式のオーロラビジョンを設置。LED 産業の集積地であることもあり、使用されている LED はすべて徳島県内で製造されたものである。2004年、J2 ホームスタジアム基準を満たすために、芝の張り替え、照明の高度アップ。 メインスタンドの一部戸籍化などの工事を実施。なお、2004年当時はバックスタンドに芝布石が設けられていた。2011年末より芝布石であったバックスタンドの一部に個別石の建設及び、審判専用行為室内のトイレとシャワー室の新設工事を実施し、2012年7月にバックスタンドに776席の個別石が完成した。これにより、 J1 スタジアム基準となる収容能力1万5000人に達した。なお、8月から10月までのボルティスのホームゲームで個別席が有料開放された。2012年9月、同年7月に完成した776席とは別にバックスタンドへの5688席の個別席設置とバックスタンド全体を覆う屋根の付設などを行うための予算化が行われた。 これらの工事は2013年末の完了予定と徳島新聞は報じたが中央構造線の調査などが必要になったことなどから工事に遅れが生じ実際には2014年12月の J リーグ最終試合のガンバ大阪線でようやく屋根以外の改修が完工した1994年以降大塚製薬サッカー部は徳島市球技場と併用でホームスタジアムとして利用 2005年、ボルティスが J2 リーグに加盟した後もホームスタジアムとして利用している。2006年からゴール裏、芝生席とも同料金の設定。2010年からメインスタンドのうち背もたれがある中央部の席がそれ以外の席より高くなるように再設定された。また南側ゴール裏すべてがビジター側応援席だったものがメインスタンド側半分のみの設定にする変更が なされた。なおこのアウェー席の設定は、2011年からは、バックスタンドが半分に切り替えられている。上記の通り2012年より、バックスタンドの芝布席を一席に変更するための改修が行われており、道のから9月の一部で最前列774席分を開放しているが、それ以外の期間は、バックスタンドは閉鎖されている。2014年より、 工事の進捗状況に応じて順次再開放する予定で、その場合、徳島ボルティスは A 自由席以上の座席カテゴリーとするとしている。J リーグ参入以後、すべてのリーグ戦で座席がすべて自由席の設定であったが、2016年より SSS 席はすべて指定席の設定となる。なお徳島ボルティスが J にリーグ昇格をする前の2002年には、 当時 J1 リーグのビッセル神戸が1試合あたり競技場で主催試合を行っている南サブスタンドから撮影した徳島県ナルト総合運動公園陸上競技場のパノラマ詳細は徳島県ナルト総合運動公園アクセスを参照 ABCDE 陸上競技場ポカリスエットスタジアム徳島県スポーツ振興財団2013年8月30日閲覧 abcde, ポカリスエットスタジアム向けオーロラビジョン導入のお知らせ、三菱電機、h t t p w w w m i t s u b i s h i e l e c t r i c c o j p n e w s 2 0 1 1 0 3 0 4 h t m l 2 0 1 3年8月30日閲覧。 http www.jleague.jp スラッシュクラブスラッシュ tokushima スラッシュ t a スラッシュ低波とナルトスタジアム回収費に後、250万円券、予算化近く着手徳島新聞2013年8月30日閲覧 A.B. 個別席776席が完成なるとポカリスタジアム J1 基準クリア。徳島新聞。2013年8月30日閲覧。2012シーズンホームゲームバックスタンドに関するお知らせ。徳島ボルティス。 http://www.vorts.jp:/news/detail.php <ッ>プレスットイコール47332013年8月30日閲覧県9月補正予算防災減災軸に106億円いじめ LED も拡大徳島新聞2013年8月30日閲覧 ありがとうございます。